どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですねハワイダニエル K 井上国際空港に来ております。今回からですねヒルトンダイヤモンド州をね海外でやっていきたいなというふうに思っておりまして、今まだこのホノルルの、ね、空港におりますので、ひとまずねホテルの方に向かいたいなと思います。ということで、まあ、ヒルトンダイヤモンド修行ということで、今回はね、ヒルトンホテルをねメインで、利用していきたいなというふうに思っておりますので、まずね今回宿泊するのは、エンバシースイート、ホノルルホテルだったかな、はい、ちょっと名前はねちゃんと出しておきますけども、こちらにね、利用していきたいなと思います。エンバシースイートということで、名前にスイートが入ってるから全室スイートっていうわけでは、まあ、なさそうなんですけども、ちょっとこれはね、まあ、行ってみないと分かりませんので、ひとまずね行ってみたいと思います。またねヒルトンホテルというのはこのアメリカ本土はですね朝食はねつかないんですよね。まあもともとねヒルトン、ハワイのヒルトンっていうのはもともとホテルクレジット対応はね多いみたいなんですけども、まあどんな感じでね利用できるのかっていうところもですね、レビューできればなと思います。今小雨降ってきたな、雨降ってきた、雨、わあすごい、はい、ひとまず、ホテルの方向かいたいなと思います。ちょっとね路線バスで行こうと思ってたんですけど、雨降ってんだ、ちょっと下のシャトルバスで行きますかねはい、ということでちょっと下の方降りてバスで行きましょう。いや路線バスだとね本当に 2,3 ドルとかで行けるみたいなんですけど、いやこれ雨はねちょっと私の装備はね弱いんで、ひとまず避難します、行きましょう。ということで目の前にあったロバーツハワイさんにお願いしました。ワイキキまで23ドルですね。まあちょっと雨降ってるんでいいでしょう。ホテルまで送ってくれるということなんで非常にありがたいですね。では乗っていきたいと思います。本当にねそこが出口でここにデスクがあるっていうね非常に利用しやすいですね。はい、まあいろいろバス会社あると思いますけれども、白タクとかいいのかな、ちょっとハワイで白タクとか分かんないですけども、まあロバーツハワイさんね結構有名なんで安心ですね。では乗っていきたいと思います。はい、ということで無事でチケット購入していただいて、本当にね目の前にね駐車場なってまして、今ねここら辺で買ったんですけども、まあここら辺に駐車場ででね、もう本当に買ったらねここで待ってれば、まあ、ホテル名呼んでくれるみたいなねそんな感じになってるみたいなんで、いやいいですね。片道23ドルということで、まあ路線バスに比べたらね、はい、かなり高いですけども、まあちょっとね雨降ってるんでホテルまで直接送っていただけるのは最高にありがたいですね。ひとまず、ここら辺で待ってバスね乗っていきたいと思います。いやハワイはね25度っていう気温みたいなんですけども、暑いですね、かなり。ちょっと T シャツになりましたけれども、これでも暑い。でロバートハワイさんね毎日ここにねデスク出てるらしいんで、かなり利用しやすいですね。もしホテルまで直行でバスで行きたい方はぜひ利用してみてはいかがでしょうか。ということでもうしばらくここら辺で待ちたいと思います。Oh, thank you. Please watch your step. Thank you. やばい。ということで乗りました。いやすごい雨、急に一気にね土砂降りになってきましたね。いやちょっとそろそろ雨男だっていうのがバレそうですね、はい、あどうなんだろう、そんなに雨男だって思ってなかったんですけど、ちょっとモルジブ、まあモルジブはね雨季だったんでね、はい、あそこはね勘弁してほしいんですけど、いや着いて早々にね、さっきまで晴れてたんですけどね、私がバスに乗ろうとした時にはもう大雨と、はい、ということで、いやでも良かったです、はい、もうホテル直行できるんでねバスにして正解でした。これ路線バスに乗ってたら路線バスのバス停からパクってましたね多分いやもう本当にめちゃくちゃ土砂降りですもん、まあ見てわかると思いますけどね、はい、ということでどのぐらいで出発するとか全然わかんないんで、まあ、ひとまず待ちましょう。今続々とね乗車してますけども、そんなに大きいバスじゃないんでね、全部で20人ぐらいしか乗れないんで、まあ、乗れて10組ぐらいですよね、うん、はい、ということでもうしばらく待ちたいと思います。やばいですね、はい、めちゃくちゃ大雨です。車内はねこんな感じになってまして、ここは荷物置き場でもね、荷物はね全部運転手の方がやってくれるんでありがたいですね。いやすげえ雨だ。それでは座席は結構空いてるけど出発しました。ちょっとよくわからんですね、うん、まあ、このね緑のバスも、はい、これもロバーツハワイなんでエリアで分けてるんでしょうけど、まあ、こんな感じになってるんですね、うん、
はい、ということでエンバシースイートバイヒルトンホテル到着いたしました。今ねバスをここで降ろしていただいて、これからねチェックインしていきたいなと思うんですけど、まだね朝の10時40分なんで多分ねチェックインはさせてもらえないと思うんで、まあ、ひとまずね、荷物等々置いてどうしましょうかね全然考えてなかった。ひとまず朝ごはん食べに行きましょうかね。でもまだやってなさそうな気もちょっとしちゃう部分もあるんですけども、ひとまずちょっと街歩きましょうかね。はい、ということでひとまずチェックインできるかだけ聞いていきたいと思います。でこのねエンバシースイートホテルはですね、もともとね朝食はついてるヒルトンホテルで、またねあのラウンジありますよね。ラウンジはもともとないんですよね。ないんですけども、このエンバシースイートっていうのはですね、アルコールレセプションみたいなのが、まあ、全部のねあのステータス特典とかではなくて、まあ、ホテル独自でね、まあ、そういうサービスがあるみたいなんですよね。まあ、ちょっとねそれをちょっとお聞きして今回ねこのエンバシースイートホテルね宿泊させていただくっていう感じですね。まあどんな感じでサービス利用できるのかね皆さんにシェアできればなと思います。でここのホテルねだいたい7万ポイントでね宿泊することができますので、まあハワイだったらね結構いい方なんじゃないかなと思います。ちょっとここはどこなのか私もよく分かってないですけども、ビーチはね結構近いんですよね。はい、ということで、まあ、ひとまずね、チェックインできるか聞いてみたいと思います。多分できないと思いますね。では行きましょう。まだ11時、さすがに厳しいだろう。よし、チェックインカウンターここかな。あ、ここですね。ではチェックインしていきたいと思います。ちょっと聞いてみましょう。ということで今ねチェックインしていただいております。はい、まさかねここがあのメインの入り口なんですね。ドアもないっていうね、さすがハワイですね。はい、ちょっとびっくりしました。メインの入り口ここですかって聞いてしまいましたね。確かにハワイはこういうとこが結構多かったですね。あ、センキュー。それでは今回は2002っていう部屋ですね。お、こっちかな。2002、2003、ここですね。はい、こちらになります。非常階段がちょっと飛んでますけども目の前ですね。はい、ということで行きましょう。いや、まさかねチェックインさせてもらえると思ってなかったんでめちゃくちゃありがたいですね。11位です。では行きましょう。よいしょ。ちょ、私もまだ見てないんで。わ、これはスイートですね。わー、すげーえ、ちょっと待ってください。スペシャルアップグレードされてますね、ダイヤモンドパワーの。いや、すごい。ということで見ていきましょう。いや、すごいですね。すごい。ちょっとアプリの方客室変わってるかな。わー、すごい。プレミアムスイートオーシャンビューになってますね。しかもコーナールーム、やばいや、すごいですね。通りで端っこの方だなと思ったんですけど、いやー、すごい。いや、まずこちらにあれですね、テーブルがありまして、いやー、すげえなこれ。でこちら側にですねソファーエリアがあります。いや、すごいですね。はい、でベッドルームが奥にあるんですね。わー、すごい。でこっちがベッドルームで、あ、でこっちがお手洗い。お、ちょっと待ってください。お手洗い、あ、お手洗い2つあんのかな。向こうにもあった気がする。あ、やっぱり2つある。わー、すごい。じゃあちょっと細かく見ていきましょうか。まずこっちがね入り口になっておりまして、もう入ったところにですね、これ電気つくの、はい、ミニバーがあります。でこちらにね洗面台がついているパターンのやつですね。どこだったかな、シカゴの空港ホテルとかもこのミニバーにありましたよね。でここに氷入れるやつと、これはコーヒーですね。はい、こういうコーヒーがついてます。ですごい、ね、めちゃくちゃなんかいろいろ入ってるけどこれなんだろうな、すごい。あ、これミルクとかなんだ。はい、であれですね、暑い時にカップにつけるやつとかもついてます。でこのコーヒーマシンがついてましてね、初めて見ますね。でケトルがありまして、
わ、電子レンジがある。すごいですね。これスイートルームだからかな、わかんないですけども。で、冷蔵庫があります。いや、電子レンジはありがたいですね。で、ここの下とかは空ですかね。はい、何も入った、なんかビニール袋が入ってますけど、まあまあ。で、こちら側です。いや、すごいですね。こちら側に4人座れる机がありまして、ここに大きいルームランプがあります。で、こちらにすごいですね、はい、ソファールームです。これは3人掛けの大きいソファーですかね。で、あと1人掛けとテーブルで、そこに台があって、こちら側にテレビがあります。テレビもかなりでかいですね。60インチはありそうですね。で、こっち側に電源等々がありまして、電話と一緒に AC2 つの USB ポートタイプ A が2つあります。あと、ここに、ね、ルームランプも当たって、ここにタンスがあります。多分ここは、あ、金庫が入ってますね。金庫で、こっちは空ですね。で、こちら側に、これはあれですね、エアコン買えるやつがあって、よいしょ、はい、こんな感じでバスルームになっております。はあ、すごい。あ、バスタブもついてるんだ、すごいですね。はい、で、アメニティはこれですね。初めて見る。私、エンバシースイート自体が初めてなんでね、はい、ハワイアントピックっていうアメニティですね。シャンプー、コンディショナーとソープですね。2つずつついてます。はい、アメニティはそんなもんですね。スリッパ等々もないですね。で、トイレットペーパー、ドライヤーがあって、お手洗いで、バスタブと。いや、十分ですね。うん。で、こちらにバスタオルがある感じです。で、シャワーブースはね、可動式のみがある感じですね。では次、隣を見てみましょう。はい、こっちがベッドルームになっております。いやー、でかいですね。すごい。いやー、すごいな。はい、ベッド正面から見るとこんな感じです。ちょっと入りきらないですね。あ、入ったかな、ギリギリ。かなり大きいです。で、ここ電気がついてないのかな、これ。暗い。あ、こういう感じですね。はい、天井にライトがないですね。ですんで、ここのルームランプだけですね。こちらにハワイの置物があって、で、ここに AC、 あ、で、これで電気がつく感じですね。つけておきましょうか。で、電話があると。USB ポートはなさそうですね。ここは多分空かな。はい。で、こちらにね、化粧台もあるんですね。これはいいですね。はい。で、反対側にまたテレビがもう一台あります。こちらは50インチぐらいですかね。50インチもないかな。40インチぐらいですかね。で、下に引き出し。こちらも空ですね。空です。で、こちらにクローゼット。はい、バスローブ等々はスイートルームですけどもないですね。はい、ハンガーとアイロン台があります。あと、替えの枕とかもね、一応ありますね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、反対側に、あ、これは携帯充電できるんですかね。一応、あの、スピーカーになってると思いますけども、ここにライトニングのケーブルがありますね。あとは特になんかあんのかな。 USB、 あ、こっち側に USB ポートがついてるんだ。へえ、ってことはこっちに、あ、 USB ポートここだけですね。で、あと、こちらに AC があって、引き出しは空ですね。はい、こんな感じになっております。はい、で、眺望行きましょうか。眺望、はい、景色はどんな感じでしょうか。おお、ちょうどあれですね、ビーチとは反対側ですね。はい、海沿いが見え、反対、あ、ここは見えないけど、反対側多分ビーチ見えますね。ちょっとね、反対側行きましょう。こっち側はね、あの、ビーチとは反対側の景色っていう風になります。反対側に来ました。あ、微妙、見えないかな。あ、残念、見えないですね。はい、景色的には
残念ながらあれですね、ビーチの方は見ることができない客室になっております。まあスイートルームのコーナールームなんでね、かなりすごいですよね。ここ1泊いくらするんだろうな、やばそうですね。いや、かなりびっくりです。はい、という感じになっております。ということで今回ですね、エンバシースイート、ワイキキビーチホテルですね、こちら1泊ねお世話になります。今回ね、7万ポイントで宿泊させていただきました。最初ねこのホテル気になって予約しようとした時ね、14万ポイントとかだったんですよ。ですんでスタンダードルーム特典の部屋がないと多分13万9千ぐらいまで上がっちゃうんですよね。でその後ね、ちょこちょこ見てたらですね、日付変えてね、本当はね2日目とか3日目とかに泊まろうと思ってたんですけど、まあ、初日に変えたらね7万ポイントで、宿泊することができたっていった形になります。はい、でルームキーはねヒルトンと同じこのルームキーが採用されております。特にねダイヤモンドだとね結構なんですか、紫色のねルームキーを渡されることが多いんですけども、まああれもちょっとよくわかんないですね。ダイヤモンドだからそれなのか何なのかっていうのはちょっと私にもわからないんですけども、まあこういったね普通のルームキーとなっております。でウェルカムギフトということで、まずねこちらですね。何これ、面白い、これポップコーンですね。ウェルカムポップコーンですか。しかもありましたよね、電子レンジが、多分電子レンジで作るんだと思うんですけども、これはユニークですね。はい、いただきましょう夜に。であとこちらですね、ハワイアンホスト、こちらマカデミアナッツかな、はい、いただきました。これがウェルカムギフトでもらえて、あとお水がね2つ、まあこれはあれですね、ダイヤモンド特典だと思いますね。ちょっとどこまでがダイヤモンド特典か説明がなかったんでわかんないですけども、多分これもねダイヤモンド特典だと思います。このお水はね普通にステータス特典でね、ゴールドとかでももらえると思うんですけども、これは多分ダイヤモンド特典だと思います。でね分かりやすくてね非常にいいですよね。こういった感じで1枚ペラのね紙がもらえて、これね全部日本語で書いてあるんですよ、このホテルの施設のね説明とかね。ですね、非常に分かりやすいですよね、ありがたいです。はい、ということなんでちょっとこれ写真撮ってねこれに出しておこうかななんていうふうに思うんですけども、今回ねこの客室は名前がワンキングコーナープレミアムスイートオーシャンビュールームみたいですね。うん、まあオーシャンビュー微妙なラインですね。すっごい遠くにね確かに海は見えるんですけども、ワイキビーチがすぐそこにあると思うんですけど、あどっちだ、そっちかな、はい、そっちはねちょっと見ることができないんですけども、一応ね、ワンキングコーナープレミアムスイートオーシャンビュールームっていう客室となります。ここいくらするんですかね、普通に泊まると。普通のスタンダードルームが336ドルなんで、まあ3万6000円とかそんなもんですかね。まあ高いですかね、まあハワイだったらまあこんなもんですか。まあ、一番下のところがあれですね、はい、376ドルということで、あやっぱり全部の客室あれですね、はい、スイートルームですね、全部の客室が。でこの客室がプレミアムスイート、高っここはですね1泊613ドルですね。いやー高いですね、うん、7万5000ぐらいですか、はい、そのぐらいの客室っていう感じですね。いやー高いですね、これはダイヤモンドステータスパーやっぱすごいですね。さらにアップグレードねいただけると思ってなかったんで、ハワイですからねここは渋いかななんて思ってたんですけども、ありがたい限りです。はい、ということで、冒頭にもね言った通り、このホテルはですね全部のお客さんについているホテルっていう風になっておりまして、もともとヒルトンホテルはね今ダイヤモンドステータスゴールドステータスの無料朝食っていうのをホテルクレジットに切り替わってるわけなんですけども、それねこのホテルでは関係なく朝食はね提供されております。ですんでこのホテルにはねホテルクレジットはもらえませんっていう感じで、普通に朝食はね利用することができます。いやありがたいですよね、はい、しかも先ほど言った通りねこれも全部日本語で書いてありますので非常に分かりやすいですね。でこのクーポンがルームサービスとかのねクーポンが受けれるそうなんで、これですね、はい、ヤードハウスっていうのと、ちょっとの読み方が分からないですけども、まあ、こちらのねレストランで、10% オフがね利用することが
できます。あとルームサービス、ヤードハウス、あ、すいません、ジオバーニ、そうですね、これで 10% オフになるみたいですね。このホテルには、ジムがありまして、5時から11時、あと、スイミングプールですね、こちらにはプールがあります。プールがあるで、4階にあって9時から夜9時まで利用することができて、このね、タオル、プールタオルカードっていうのを持っていくとタオルと交換できるカードみたいですね、はい、でこれを使ったら返却時にタオルカードを受け取るみたいなね、そんな感じみたいですね。でこのタオルはビーチに持ってってもいいという感じですね。まあそれ以外のね、あの特典としては、まあ普通にね、 Wi-Fi も無料で利用することができますし、またね、冒頭にも言いました通り、このホテルにはクラブラウンジはないんですけども、イブニングセレクション、イブニングレセプションっていうのがありまして、このね、これね、あのチェックインの時につけていただくんですけども、まあこれでね、あのイブニングレセプションが利用することができるそうです。でそれがですね、5時半から7時半ということで、はい、利用することができるみたいですね。成人のお客様が21歳以上、お一人様1日2杯のアルコールドリンクを提供っていうみたいですね、はい、これはどれなんだろうな、これなのかなちょっとわかんないですね。ですね、飲み放題とかではないみたいですね。2杯まで利用することができるみたいですね。これなのかな、まあ、ちょっとわかんないですけど、まあとりあえず2杯までね、アルコール利用することができるみたいです。まあね、ハワイでこのね、イビニングセレクションがある、レセプションがあるっていうのはかなりいいですよね。昔は飲み放題だったみたいですけども、どうなんだろう、変わったのかもしれないですね。はい、そんな感じになっております。このね、ヒルトン系のホテルっていうのは、ヒルトンって名前がついているホテルはね、結構ね、このラウンジっていうのが基本的に付帯しているホテルがね、多いんですけども、あのハワイのね、ヒルトンホテルは基本的にね、見た感じ、そのホテルの詳細にね、クラブラウンジついてないんですよね。ですので多分ないんじゃないかな、なんていうふうに思ってるんですけども、まあ、前回私3年前にハワイ来た時に、その時は全部マリオット泊まって、まあ、今回ね、ヒルトンちょっと点々とさせていただくんですけども、まあ、そこら辺もね、お見せできればなと思うんですけども、多分ないと思います。ですのでね、あのラウンジはね、そんなに期待しないでいただきたいなっていう感じですかね。はい、ということでこちらに一泊お世話になります。いやー、まだね、11時過ぎ、まあさっきチェックインした時多分10時半ぐらいだったと思うんですけども、いや、こんな時間にね、チェックインしていただいて、でこの客室ですよね、やばいですね、出る気を失せるこの素敵な客室、本当にありがたい限りですね。ということでちょっとね、ゆっくりしつつお昼ね、食べに行きたいと思います。ということでちょっとゆっくりします。では行きましょう。おー、こう非常階段になってて、怖っ、だけどすごいいい景色。あー、こんな感じですね。どのぐらいビーチ近いんですかね、ちょっと行ってみましょう。まあホテル自体はね、まあハワイのホテルどこでもそうだと思うんですけど、もともとね、めちゃくちゃ新しいっていう感じはね、前来た時にしなかったんですよね。はい、廊下はこんな感じになってます。でここにね、氷と、あと、はい、自動販売機もあるんですよ。1本2ドル。ハワイにしたら別にいい方なんじゃないですかね。もっと高そうだな。で、プールはね、4階にあります。で、ここもね、木をあのかざさないと開かないやつですね。こっちから。ここですね。あ、スイミングプールって書いてありますね。はい。おお、あ、こんな感じになってるんだ。あ、プールは向こうですね。どっから行くんだろう。こっちかな。あ、ここですね。ちょっと風切りがめっちゃ入ってたらすいません。ああ、ああ、こんな感じになってるんだ。いやいいですね。いやいい、こんな感じです。あーいいですね、プールで子供も遊べるし、ジャグジーみたいなのあるっぽいですね。あったかいのも出てんのかな。はい、こんな感じになってます。で奥にね、バーカウンターがありますね。まあ、でお酒を飲みながらプール楽しむみたいなね、
そんなこともできます。まあこんな感じですね。あれがバーカウンターという感じですね。いやこれはいいですね。ではちょっと外に出ましょうかね。これがあれですね、イビニングセレクションのあれですね。あ、でもビールとかもあるんですね。なんか一応一人2杯までみたいな書いてありましたけど、ちょっとそれはよくわかんないですね。こっから外に出れるのかな。よいしょ、ちょっとビーチまで行ってみましょうか、せっかくなんでね。お、ピンクラインが走ってますね。はい、トロリーバス、皆さん知ってると思いますけど、あれは JCB のカードをね見せるだけで無料で乗ることができるんで、ピンクライン本来1回2ドルだったかな、まあ、それが無料で利用できるみたいな、そんな感じですね。ですんで、もしとりあえずハワイ来る方、 JCB カード持ってきましょう。あの JCB のロゴさえついてれば何のカードでも大丈夫だと思います。私も一応ねポイントサイト案件で発行した、ビューカードの JCB ゴールドを持ってきました。まああれでアラモアナセンターまで行けますしね、悪くないですよね。うん、まあ多分ちょっと時間はかかりますけどね。はい、ということで、あ、こんな感じで、ちょっと私は今どこにいるのかあんまりよく分かってないですけども、でもホテルの目の前に ABC ストアもあるんですね、この後ろに。いや、めちゃくちゃ利用しやすい。ということでちょっとビーチの方行きましょうか。ちょっとさっきね来るとき雨が一気にザッと降ったんで、ちょっとすいませんが GoPro 運用に変えさせていただいております。へえ、サーフボードとかレンタルできるんですね、すごい。こちらはホテルの反対側になるのかな、一応エンバシースイートの名前があります。いやー、ハワイですね。でもどうだろう、やっぱ人はちょっと少ないかな。でもこんなもんじゃないですか。ちょっともうちょっとメイン通り歩いたらまた変わるかもしれないですね。はい、ここですね、ここを左です。ここを突き当たり行くとビーチだと。まあホテルから歩いて5分ぐらいかな、道分かってたら簡単なもんですね。あ、すげえ、コバエがめちゃくちゃ多いですね。すげえ飛んでるあー、すごいすごいな。どんな感じなんでしょう。おー、いいですね。結構波高いんじゃないかな。よいしょ、あ、いいですね。もう本当にすぐそこはもう海で、波打ち際で楽しめ、遊べる感じですね。いやー、綺麗だな。いやー、来ました。ここは一番近いビーチですね。まあ歩いて5分かかるかかかんないかだと思います。ちょうどね、モアナサーフライダーとかはあっちの方にある感じですね。で、思ったより波高いですね。あ、皆さん楽しまれてますけども、もう私は見てるだけで怖いですね。ハワイ来んなって感じですねでも海はめちゃくちゃ綺麗なんでいいですね。うん、このビーチパラソルとかは多分アウトリガーのやつなのかな、もしくはそこら辺でレンタルするみたいな感じですかね。船とかも着くんだ、すごい、めちゃくちゃハワイですね。でね、今ハワイの海はね、あのコロナの影響で人が来なくなったじゃないですか。その影響で 何年、ここ何年で一番綺麗みたいな、何十年だったかな、はい、そんな話みたいなんで、綺麗なハワイの海を楽しまれたい方は早く来られた方がいいかもしれないですね。うん、ということでお昼食べ行きましょう。思ったより休憩しちゃって実はもうね2時半、もう3時になるんですよね、はい、ちょっと時差ボケがね襲ってきまして、ちょっと軽く仮眠を取ったら結構取っちゃいましたね。ということでお昼行きましょう。やっぱホテルがここで、あ、じゃあこっちか、ホテルがこっちで、
ビーチの入り口はそこなんで5分ぐらいですね、歩いて。まあこの距離だったら全然いいと思います。まあモアナサーフライダーとかそこら辺とはちょっとね比べ物にはならないと思いますけど、まあ今ねご存知の方知ってるかどうかわかんないですけど、ハワイのねマリオット系の、クラブラウンジありますよね。まあ昔3年前私が利用した時は普通にモアナサーフライダーもどうだっけロイヤルハワイアンも普通に利用することができましたけども、今ねこのハワイのラウンジはクローズしております。でクラブラウンジ自体がね使うことができないので、まあ、この点はね覚えておいてください。使えると思って行って使えないっていうね一番残念なパターンになりかねないんでね。ここお好み焼き屋さんなんですよ。ディナーは5時から8時までということで、見えますか皆さん。そうなんです、このお店はですね D ポイントが使えるんです。公式サイトね載せておきますけども、このハワイの街っていうのはですね D ポイントが1ポイント1セントで使うことができます。ですんで1ドルだったら100ポイントで利用することができますんで、まあ、皆さんね今円安がすごい進んでおりますけども、この状況下でも1ポイント1セントで利用できますんでかなりいいですよね。だから1ポイント 1.3 円とか、その後 1.3 円とか 1.4 円とかね、そのぐらいで利用することができます。でもちろんね使えるお店は限られておりますけども、ここの通りだったかな、エッグスイングスってあるじゃないですか。まあこれは日本にももちろんあるんですけど、確かここら辺のエッグスイングスも使えるんですよね。多分ここもね今やってないと思うんだよな。やってんのかな、小倉さんのラーメン屋さんやってますね。ああやっぱ結構入ってますね。違うな、ここじゃないな、エッグスイングスがねあるんですけど、それも使えるんですよ。ここいらだとどうと記憶してたんですけど、この通りじゃなかったかな。まあそこも使えますんでね、ぜひハワイに行かれる予定のある方は D ポイントをたくさん持ってくると現金の出費が抑えられますんで非常におすすめです。ということで私も D ポイントね、持ってきましたんで、ホテル以外でねいただく食事はできるだけここら辺のお店を利用していきたいなと思っております。ということでなんかおにぎりのお店かなんかがねそこら辺にありまして、そこも D ポイントが使えるそうなんでそちら行きたいと思います。ということで今ね私そこのベンチで調べてたら、いや結びカフェあるかなと思ってパッと見たら目の前がね結びカフェでしたね。はい、ということでありました。いやちょっとね表にね書いてないですね。使えるのかな、ちょっと聞いて使っていきたいと思います。あこんな感じなんだ、スパムおにぎりみたいな感じですね。シリンプはちょっと食べれないんで、まあここら辺これはうなぎみたいな感じ。まあ普通にこれでいいな、照り焼きスパム結びでいいですね。はい、ということで行きましょう。いやすごい、これは大丈夫ですね、さすがにさすがに大丈夫ハワイ限定の D ポイントカードらしいです、数量限定。せっかくならもらっていきましょうか。はい、こんなのもあります。一応もらっていきましょう。で T シャツ、焼きそば、牛丼、唐揚げ、パスタ、そうカツ丼まだありますね、すごい。であとグッズとかも売ってるんですね。でこんな感じで日本のかっぱえびせんとかも売ってるし、飲み物も売ってますね。飲み物の値段の表記はないですね。でもプッチンプリンとか売ってる、すごい。で日本のお茶とかも売ってますね、すごいですね。じゃあ適当におむすび買っていきたいと思います。すごい美味しそう。処理していただいております。果たして D ポイントで全部使えるのか。一応ね店員さんは使えるということで今ね物理カード見せて決済しました。ということで D ポイント無事使いました。結びカフェ、いやいいですね。ちょっとね
ここねテナントの一角なんですよ。ですんでバッチリね Google マップでピンさせないみたいな感じなんですよね。ちょっと周りにねこのホノルルクッキーだったり、まあ、反対側がですねこんな感じでお店になっているところで、メイン通りから1本入ったところなんでねそんなに難しくないんですけども Google マップ直で来れないみたいな、まあ、そんな感じになっておりますのでちょっとこの点はね注意してください。でもねポイントで全部払いましたんで、いやーこれはねめちゃくちゃいいですね。この物価の高いハワイで、はい、めちゃくちゃ最高ですね。今回ね 9.30 ドルだったみたいですね。おにぎり3つとコーラ1個買いました。まあ、ちょっとおにぎり3つそんな食べないかもしれないですけど、もうちょっとね時間も時間ですごい微妙な時間帯で、夕飯のレセプションとかもねこの後ありますんで、まあレセプションで多分なんか軽食みたいなのが、まあおつまみ程度、ね、出るみたいなことが書いてあったんで、まあそれで今日は終わりかななんていうふうに思いましたんでちょっと多めに買いました。いやいいですね。何ポイント使われてるんだろうな。まあでも1ポイント1セントなんで多分930ポイントで、いやーいいないいですね。これ今日本円で買ったら多分300-400円ぐらいいきますよね。いやーめちゃくちゃいい。ということで無事ね購入することができまして、またねこのハワイ限定の D ポイントカードもゲットできましたんで、いやこれいいですね、かわいい、はい、ちょっと後でもう何枚か欲しいぐらいですね。めちゃくちゃ可愛いです。はい、ということで客室戻ってねおにぎりいただきたいと思います。あれですね、スパム2つと明太子のおにぎりね、こんな感じで買ったんですけど、はい、よく考えたらあれですね、チンできるんですね。いやいいなせっかくなんでチンしていただきましょう。それではね温めてまいりました。コーラちょっと後で飲もうかな。はい、ということでおにぎりなんでねお水でいただきたいと思います。ちょっと氷もね今エレベーターのところから取ってきました。ということでスパムおにぎりいただきたいと思います。いいですね、 D ポイントがこんな感じで使えるなんて本当に、なんかサイトではね見てたんですけど実際に使えるとめちゃくちゃお得感すごいですね。9.3 ドル、先ほどね利用明細来ました、9.3 ドルで本当にね930ポイントで利用することができたんで本当にいいですね。1ポイント1セントで利用できるんで本当に1ドル100ポイントか、はい、そんな感じで利用できますんでめちゃくちゃいいですね。この円安の時期にはねこの D ポイントのパワーねかなり発揮しますね。ということでこれはスパム結び、これはプレーン味ですね。うまい、これめちゃくちゃうまいまあこういうのありますよね、はい、日本にも。いやめちゃくちゃうまいで、日本食もね本当にたくさんあったんで、スパムおにぎりもありましたけど普通のおにぎりもあるし唐揚げもあるし、ね、焼きそばもあるんで本当にね日本食ね結構いただけますんで気になる方はぜひ行ってみてください。まあ、D ポイント貯めていかれるのがね非常にお得感強いかなと思います。ということであとはねゆっくり食べて、4時半だったかな、はい、イブニングレセプションがねありますんでその時間に合わせてね先ほどのプールのところでね行われるみたいなんであちらね行きたいと思います。それではですね今ね時刻は17時35分、ちょっと見えてないと思うんですけども、5時半を過ぎましたんでアルコールねレセプション17時35分は何も予定がありません急にシリが反応した。はい、ということで11時35分になりましたんでアルコールねレセプションタイム行きたいと思います。どんな感じなんでしょうかね。はい、では行きましょう。あ、外、あ、そういえばソフトドリンクも無料って書いてありましたね。どっちなんだろう、多分、うわすごい、あ、もう本当にあれですね、バカンス的な感じですね。まだバンバンプール入ってるんですね。もう結構涼しくなってるんですけど、まあ、ひとまずちょっと今ここで並んでますんで、ここで並んでお酒もらいましょう
はい、ということでいただいてまいりました。とりあえずビールいただいておりました。やはりね、1人2杯までということで、ちょっと私ね勘違いしたんですけども、クーポンありましたよね、はい、お見せしたと思うんですけども、あのクーポンで、まあ、ドリンクがもらえるという感じですね。で、ワンドリンク、ワンクーポンで2つクーポンがあったんで、1人2杯まで利用することができるという形になります。ということでいただきましょう。でね、非常にハワイのホテルはどこもそうだと思うんですけど、鳥がね、鳩がすごいんですよね。気をつけましょう。このね、机にも鳩の羽とか置いてあったりね、こんな感じで食べ物気をつけてくださいみたいなありますんで、気をつけましょう。ということでいただきます。うまい。ということで、私はねクーポン忘れちゃったんですけども、部屋にねクーポン置きっぱなしにしてきた、クーポン置きっぱなしにしてきたということを伝えたらですね、あ、いいよ、後で持ってきてみたいな感じでした。軽いですね、はい。で、今ね本当にものの5分ぐらいしか変わんないんですけども、今私が並んだ時ね 2,3 人しか並んでないですけど、今10人ぐらい並んでますねまあこれはねステータス特典ではなくて、宿泊されてる方ね全員利用することができますんで、やはり皆さん来ますよね、はい。私がステータス持ってても持ってなくても、お酒は無料で飲めるんだったら来ますね、はい。ということで、アルコールがそこで飲めて、でこっちでね軽食がいただけるみたいな、そんな感じみたいですね。ちょっと後でこっちの方もね見ていきましょう。混雑具合はねかなり混み合ってますけども、でももう外ですしね、はい、めちゃくちゃ気持ちがいいです。でそんなに暑くないっていうね、むしろちょっと寒いまたありますねはい、ということでちょっと飲み終わったらこっちの方をね見ていきたいと思います。でちょっとの見たらね、ちょっと一回客室戻ってチケットをもらっていきましょう。お姉さんに渡さないとね。ということで、あとはねちょっとゆっくり飲んで、飲み終わったらちょっとあっちの方ね見ていきたいと思います。何があるんですか。軽食があるっていう風に、ね、書いてありました。あとソフトドリンクね、はい、こちらがスナック類です。生野菜とブロッコリー、これはズッキーニかな。あとスナックとドンタコスみたいなのがあります、まあ、これがね2つのテーブルに展開されている感じです。ホールはねこんな感じになっておりまして、まあ、この場所と外とあとね左の奥にソフトドリンクがね飲める場所があります。まあ、飲める場所っていうか、ここからソフトドリンクがねいただけます。こっちはソフトドリンクですね。こんな感じで紙コップで飲み放題で飲むことができます。いや、いいですね、はい。ということでプールサイドではね生演奏が楽しむことができます。いや、これはすごくいいですね、はい。その前にねバーカウンターとかもあるんで、まあそこでお酒飲みながらみたいな感じでも利用することができます。ということで私もチケットを持ってきてもう一杯もらいましたんで、まあ、これ飲んでね客室に戻りたいと思います。むしろ客室で飲みましょうかね、はい。ということで行きましょう、はい。ということでせっかくなんでね反対側のテーブル席に来ました。こちらもね誰もいらっしゃらないんで、はい、静かでちょうどいいかなって。ね微妙に音楽がね聞こえるぐらいの位置で、まあ、ちょうどいいですかね。ということでブルーハワイアン、やはりね1人2杯まで、ドリンクチケット分がねもらえるっていった形になります、まあ、それ以上はね有料で、利用することができる感じですね。ではいただきます。あー、これも結構お酒が強いですね、はい。結構酔っ払いそうです。ちょっと一応スナックみたいなのもらってきたんですけど、こちらね原型がわからないぐらいねマヨネーズみたいなソースがかかってしまいました。これズッキーニだと思います。うん、美味しい、うん。これなんかドンタコスみたいな、でめちゃくちゃ美味しいですね。なんか別に特にねここで食べてくださいみたいな記載もないんで、はい、もちろん客室にね持ってってる人もねたくさんいました。ですんで、まあお酒もらって客室でいただいてもいいですし、まあプールサイドでいただいてもいいですし、まあせっかくなんで生演奏もやってますんでね、目の前で飲むのもねいいんじゃないかなと思います。私はねちょっと音楽がね強すぎるとねバッサリいかなくなっちゃうと困りますんで、ちょっと離れましたけども、まあせっかくなんだね、うん、
生演奏の前でお酒楽しむなんてのもいいんじゃないかなと思います。ということで、あとはねゆっくりいただきたいと思います。いや非常に美味しいです。ビール飲んで、これはブルーハワイアン、うん、それでは客室に帰ってまいりました。せっかくなんでこれいただきましょうか。マカデミアナッツとポップコーン作り方とか全然わかんないけど大丈夫かな。ちょっとやってみましょう。はい、よいしょ。ということで、このマカデミアナッツ、これ有名なやつですよね。はい、絶対美味しいやつですよね。あ、これですね。はい、結構見覚えのあるチョコレート。いただきます。うん、あ、美味しい。甘くて中にマカデミアナッツが入っててめちゃくちゃうまいですね。では作ってみましょうか、こちらね。はい、これって珍しいですよね。はい、まあまあまあ、まあ、よいしょ。で、このビニールはね外してくださいって書いてあります。うん、あ、もう本当にこれでそのままできるんですね。あ、ここにねやり方が書いてありますね。はい、とりあえずやってみましょう。まあ、作り方が分かるかっていうと全然分かんないですけども、まあ大丈夫じゃないかな。はい、では入れます。1分半から2分半ってことなんで、よいしょ。ポップコーンボタンはありますね、ちゃんと。はい、おっとっとっと、ポップコーンボタンはありますね。ですけども、ポップコーンボタンはやめろって書いてありましたね、確かね。はい、確かどっかに書いてあった。うん、 Do not popcorn ボタンって書いて危ないということなんで、ポップコーンボタンはあるんですけども、ポップコーンボタンはダメということで、まあ普通のフードプレート、そうだね、これでいいのかな。クリアで30秒、あ、そういうことか。 OK です。ってことはクリアで1分半、まあ1分半から2分半ということで、ちょっとポンポンなの怖いですね。まあ多分これで大丈夫だと思います。何にも受けないけど、こんなもんなのかな。私フライパンでポップコーン作ったことありますけど、この電子レンジでポップコーン作るってあんまり経験ないですね。あ、でもじわじわ音聞こえてますかね。おーおー、ポンポンいってる。あ、これは成功したっぽいですね。おお、すごいすごい。あと1分やった方がいいんですかね。もう終わる。ちょっとあと30秒ぐらいやってみます。クリア30秒。あ、これやって正解っぽいですね。おお、すごいすごい。あ、これはプラス30秒やってよかったですね。うん、めっちゃはじけまくってます。はい、完成です。どうでしょうか。おお、パンパンに膨らんでますね。ではちょっと熱そうだな、向こう持っていきましょう。ということで、こんなパンパンに腫れて、まあ、今にも火傷しそうで怖い。あ、大丈夫そう。おお、すごい。センターから開けるんじゃなくてこういうことですね。わあ、すごい、めっちゃちゃんとできてる。やばくないですか、こんな綺麗にできるんですか。すげえ量いただきます。あー、うま、めちゃめちゃうまい。あ、これはね、皆さん宿泊したらこれもらえたらやりましょう。熱々のポップコーンで出来たてなんで本当に美味しいですね。これはいいですね。この量は流飯になりますね。まあまあな量。いやー、これは美味しいです。ちょっと私めんどくさがりなんで、もしかしたらこれ撮影とかしてなかったら、もしかしたらやんなかったかもしれないですね。うん、これは皆さんやった方がいいです。うん、本当に美味しい。はい、ちょっと止まんないですね。ということで、ちょっとこれゆっくりいただきながら村を開けましょうかね。開けましょう、せっかくなんで。さっきもらってきた氷がまだ残ってんで、水ありでいただけますか。
よいしょ。はい。村尾です。よいしょ。よいしょ。では、これが ANA のカード割引を入れて3600円とかですもんね。村尾3600円だったらいいですね。よいしょ。ということでいただきます。いいっすね、うん、間違いなくこれ最高ですね、うん、ということでちょっとねハワイの景色を楽しみつつお酒ねいただきたいと思います。いやースイートルームのコーラルームって本当にすごいですね。もうこっからここまで全部景色見れますからね。ということでしばらくゆっくりしたいと思います。ということで今急遽花火の音が聞こえてカメラを回しました。いや非常に綺麗ですね。いやちょっとね建物が遮っている部分はありますけども、いやめちゃくちゃ綺麗ですね。すごい。毎週上がるんでしたっけ、金曜日か。そんな話を聞いたような聞いてないような気がしますけども、いやーめちゃくちゃ綺麗ですね。ちょっと後でね夜景は撮影しようと思ってたんですけどネタバレになっちゃいますね夜景もすごい綺麗ですよね。ニューヨークでね花火大会一回拝見させていただきましたけれども、アメリカの花火って本当に一気に全部上がるみたいな感じなんですよね。はい。なんか日本みたいにちょっとあの雲が流れていくのを待つみたいなね、そういうのは一切なく、とりあえずもう上げれるんだったらどんどん上げていくみたいなね、そんな感じなんですよね。いやーそれでもめちゃくちゃ綺麗でしたね。いやお見せできてよかったですってことなんで、せっかくなんでね、夜景見ていきましょうか。どうでしょうか、ハワイの夜景は。めちゃくちゃ綺麗ですね。まあちょっとね目の前にね、建物ありますんでちょっとあれですけども、逆にねこっち側の景色がね、はい、こんな感じで楽しむことができます。いや本当にめちゃくちゃ綺麗ですね。いやありがたい限りです。で最後はリビングテーブルの一番後ろ側の窓ですね。こちらはまたね、雰囲気が変わって本当にあのハワイの中心部の方ですね、海側じゃない方向が景色として見れます。でもこっち側もめちゃくちゃ綺麗ですよね。はい、という感じになります。めちゃくちゃ綺麗ですね。ちょっとねこの夜景を楽しみつつ村をいただいて今日のところはね休みたいなと思います。おはようございます。今ね、朝の7時51分ということで、まあ、間もなくね朝8時ぐらいになる感じです。はい、昨日ね、11時ぐらいね、休みまして、まあ夜中にね、私海外だとねそんなによく寝れないんですよね。ですんでまあ夜中に起きて仕事して朝迎えようなんて思ってたんですけども、めちゃめちゃぐっすり7時半まで、ね、寝ておりました。でこちらのねホテルの朝食がですねもう始まっておりますので、早速ねホテルの朝食見に行きたいなと思います。朝食会場はですね、昨日のあのプールサイドの多分ソフトドリンクとかね、あのお菓子とかが置いてあったあそこが多分朝食会場になるんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、ひとまず行きたいと思います。で余談なんですけども、このホテルねコインランドリーがあります。3階ねコインランドリーついてるそうなので、ちょっと後でね見に行きたいなと思います。一応ね昔のブログの情報なんで、もしかしたら3階行ったらないかもしれないんですけども、一応ね見に行きましょう。このねハワイのホテルでこのコインランドリーがついてくるかついてないかね、結構ねあのご家族とかでね来られる方は結構ねあるかないかでね、あの洗濯ね結構
楽になったりいたしますので、まあ、この点も結構重要ですよね。私もね、今回のハワイの滞在のどっかでね、洗濯入れたいなと思ってるんですけども、さすがにね、初日のこのホテルでね、入れるわけにはいかなくて、できれば明日明後日のホテルで入れたいんですけども、まあ、その辺もね、チェックしていきたいなというふうに思っております。ということで、朝食会場ね、ひとまず行きたいと思います。それでは朝食会場に入ってまいりました。こちらはシリアルですね。で、牛乳、そしてリンゴと、なんだろう、グレープフルーツですかね。で、こちらがオートミール。朝食会場は昨日の場所と一緒ですね。で、ちゃんと消毒液がある。すごい。消毒液あるけど出ないですね。これもあるあるです。ビュッフェですね。ヨーグルト、サラダもある、いいですね。で、こちらにご飯とポテトとフレンチトーストと卵ですね。で、パンもあります。で、食パン、あとこちらにフルーツ、あとオムレツがね、エッグステーションがありますね。これはいい。Thank you. で、こっちにベーコンで、これもあれですかね、お肉ですね。あ、で、こちら側にも置いてあるものは一緒ですね。で、ナイフとかフォークとかあると。あ、で、反対側にも同じものが置いてあって、エッグステーションもあるという感じですね。で、昨日と同様、コーヒーマシーン、あとジュース、飲み物はこんな感じです。これは何かと思ったら、これは牛乳ですね。はい、ちゃんと見る牛乳って書いてあるんです。で、こちら辺に紅茶とかもあります。これがソフトドリンク、ジュースですね。あとこちらにオレンジジュース、パイナップルとかありますね。はい、こんな感じになります。では、いただきましょう。ということで、いただいてまいりました。取ってきたのは野菜とベーコン、あとソーセージ の, あのハンバーグのパテみたいになってるやつ、あとポテトですね、あとオムレットいただきました。これでチーズとオニオンとほうれん草、いや、いいですね。はい、で、あとオレンジジュースとリンゴをいただきました。いただきます。いや、めちゃくちゃ充実してる。まあ、本当に今まで利用してきたマリオット系のホテルと変わんないぐらいのあれですね、クオリティなんで、かなりいいんじゃないでしょうか。正直ね、無料の朝食になってるんで、こんなにいいと思ってなかったですね。うん、ということで、いただきましょう。いや、あとね、エッグステーションがあるのがまたいいですね。うん、はい、いただきます。うん、何でもね、出来立ての食事をいただけるのは美味しいですね。うん、大量の野菜、生の野菜がね、いただけるっていうのはかなりありがたいですね。で、朝食会場はですね、今ね、食事を取ってきたエリアがそっちにあって、飲み物がここにあって、ここが朝食会場で、こんな感じになっております。まあ、好きな場所ね、利用することができて、プールサイドも利用することができるんですけども、まあ、基本的にはですね、この室内がね、おすすめっていった形になります。というのも、まあ、ハワイのホテルはどこもそうなんですけど、外の席ってハトすごいんですよ。まあ、利用したことある方はね、知ってると思いますけど、ハトがね、めちゃめちゃ来ちゃうので、外のゴミ箱とかね、ハトが食べ物を漁ってるとか結構あるある、まあ、今もそうなんですけど、はい、ですんでね、この室内で食べるのがおすすめですね。で、食事を取るところがね、めちゃくちゃ暑いんですよ。なんでこれ窓開けないんだろうなと思ったら、ハト入ってきちゃうから開けれないんですよね。はい、ですんで、まあ、そんな感じになってますんで、まあ、室内のこのテーブル席ね、ちょっと争奪戦、今ね、結構落ち着いてるんですけど、私が来た本当に10分前ぐらいとかね、満卓に近かったんで、まあ、回転早いんでね、はい、ちょっと待ってからここで利用するのがおすすめですかね。はい、ということなんで、あとはゆっくりいただいて客室ね、戻りたいと思います。一応3階寄ってね、コインランドリーの状況を見てから帰りましょう。それでは3階の一番奥にやってきました。ここエレベーター降りて、こっち側に来ると
ゲストランドリーということで24時間やってます。こんな感じで鍵で開ける感じですね、はい、おーすごいちゃんとありますね。いやいい。でここで洗剤を買って利用する感じですね。でちゃんとあれですね、多分25セントコインしか使えないみたいなんで両替機も置いてあります。確かクレジットカードも使えるって書いてありましたけど、どうなんでしょうか。あ、使えそうですね。はい、使えます。まあクレジットカードは使えるけどっていう感じかな。これ洗濯機ですよね。うん、洗濯機は使えそうですね、クレジットカードですけども、こっちは使えないですね。うん、これは乾燥機ですね、ちゃんと書いてある。だけどこっちはコインしか、あーでもあれなんだ、使えるやつと使えないやつがありますね。こんな感じでちゃんとタッチ決済が対応しているのもあると。いや、これはいいですね。はい、こんな感じになっております。全体見るとこんな感じですね。はい、いいんじゃないでしょうか。では客室戻りましょう。ということで時刻はね12時6分ということで、今回ねエンバシースイートワイキキホテル一泊ね宿泊させていただきました。どうでしょうか皆さん、ぜひコメントいただければなと思います。今回ねここ7万ポイントで一泊ね宿泊させていただいて、ダイヤモンドパワーでね、はい、スイート、今回ねコーナースイートに、アップグレードねしていただきました。まあ残念ながらですね、ビーチはちょっと見ることはね、まあすっごい遠くにちょっとだけ見えますけども、まあビーチビューではないんですけども、このねコーナールームで、しかもスイートルームでバスルームもね2つあるようなね、この客室にアップグレードしていただけたということで、非常に大満足の滞在となりました。ということで、ダイヤモンドステータスでね利用できたその他の特典に関してなんですけども、まあ、このホテルはですね、まあ、朝食と昨晩のね、イブニングセレプションでアルコール2杯ね飲めましたけども、まあ、こちらに関しては、誰が予約しても利用することができるっていう風になりますんで、まあ、こちらねステータス特典ではありません。ですので今回利用できた特典としてはアーリーチェックインですね。こちら非常にありがたかったですね。昨日ね10時とかにね到着したんですけども、チェックインねさせていただいて、でレイトチェックアウトに関してなんですけども、本来このホテルは11時ということで、ヒルトンホテルでもねだいたい12時のチェックアウトが多いんですけども、このホテルに関してはね11時チェックアウト、本来ね11時チェックアウトなんですけども、今回ねレイトチェックアウトで13時まで、レイトチェックアウトね利用させていただきました。これはね当日にチェックインのさんに聞いたわけではなくて、まあ今日のね朝あのデスクの方にねフロントの方に聞きに行って延長できないかということで聞いてみたら、あの快諾ねしていただけたって言った形になります。でまたねこのホテルにはチェックインね、昨日私利用した方はですね、あのチェックイン担当していただいた方は、外国の方だったんですけども、日本語はね喋れる方もねいらっしゃいますので、まあハワイということで結構日本語を話せるね方多いんですけども、バッチリねこのホテルも日本語ね話せる方いらっしゃいますので、まあ、非常にね利用しやすいのではないのかなと思います。日本語がね通じるとね安心しますし、まあ利用しやすいですよね。まあホテルの案内とかもね全部日本語でね記載されておりますんで、まあそういう意味でもねかなり利用しやすいですね、ハワイのホテルはね。そういったところでしょうかね。はい、あとあのウェルカムギフトでね昨日いただいたポップコーンであったり、マカデミアナッツだったりね、ここら辺もステータス特典、あとお水もね、まあこのお水に関してはねダイヤじゃなくても、まあ、ゴールドでもシルバーでもいただけると思うんですけども、無料で利用できるのと、あと Wi-Fi ですね、こちらも無料でね利用することができました。ステータス特典はねそういった感じですかね。まあね今回このスイートルームにアップグレードしていただいたんで非常にね良かったですね。はい、大満足の滞在となりました。ということで今回ねここで一旦ね動画区切らせていただいて、またね別のヒルトンホテルね移動いたしますので、そちらもね楽しみにしておいていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。そう、1点ね言い忘れてました。ハワイのねヒルトンホテルはあの リゾート料金かかりますよね。これね、ちょっとまだチェックアウトしてないんで、正直なところまだわかりませんので、これね、あの、次の動画にでもね、入れたいと思いますので、この点はちょっとね、次の動画入れさせていただきます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。